はい、皆さんおはようございます。ワドツです。今日は2019年の2月の11日、朝の6時54分です。よろしくお願いします。おはようございます。今起きた。今起きてシャワー浴びてセブンイレブンでコーヒー買ってきましたね。コーヒー買ってきたところです。よろしくお願いします。お茶バカありがとう。アナキーさん、お茶バカありがとう。サンキュー。ありがとうございます。はい、金魚姫おはよう。おはようございます。みんなおはよう。まったり行きましょう。今日もまったり。おはよう、ケイちゃん。おはよう。お茶バカありがとう。サンキュー。ああ。眼鏡かけようかな。今日も走ろうね、今日も。おはよう、みつけ。おはよう。なんかちょっと元気がないっすね、僕は。元気がないよ。若干鬱っぽい。みんな今日仕事？お、カラスさんお疲れ様。今日はみんな仕事かな？なんかワクワクドキドキしたいね。ワクワクドキドキしたいね。おはよう、タカちゃん。ゆうさん、おはよう。刺激が欲しいよ。刺激が。おやすみだ。いいね。ゆっくりしてね。仕事だ。月曜日行きたくない病って戦い。あ、今、今日月曜日？そっかそっか。今日月曜か。なるほど。月曜か。
建国記念日か。今日休みなの？うん。祝日の休みの会社はいいね。ホワイトワーカーズ、ホワイトワーカー。いやだから公務員とかってさ、理想だよね、結構ね。公務員は理想。休みで布団の中から出れそうにない。それもいいじゃん。休みの日はゆっくり休んでいいんだよ。休みの日ぐらいゆっくり休みだよ。解放したいね。こう自分のモヤモヤを解放したい、解き放したいよね。なんかあのボンとさ、ニンニとさ、
猫の目とかのサンバカいるじゃん、サンバカ。なんかあいつら可愛いよね、バカだけど。なんか頭はよろしくないんだけど、正直。なんかその俺に対する好意がすごい伝わってくるんだよね。イラッとすること多いんだけど、可愛いなとか思って。可愛くない？サンバカ。猫の目、ボーン、ニンニのサンバカ。あの3人いるとね、面白いよね。悪意がないのが分かるじゃん。俺に対してよく思ってくれてんだなっていうのが伝わってくるんだよね。いや、本当に本当に素敵なリスナーだと思うよ。あね、頭がいいか悪いかはあんまりあれなんだけど、俺に対してさ、どういう感情をこう突きつけてるのかって、やっぱ配信者だからすごい敏感に感じるんだよね。あ、この人俺のこと好きなんだな、この人俺のこと嫌いなんだなとか、そういうのはすごく感じるよ、やっぱり。おはよう、サンバカ。あ、ごめんごめん。 おはよう。今猫の目の話してたの。猫の目とニンニとかボンとかパッパラパーのポンコツだけどすごい可愛いっていう話してたの。へへへ。いや、俺の中ではサンバカだよ。サンバカ。プルムテックいいっすね、割と。いいですよ。おすすめです。はい、ワダツ。おはよう。全然ありだね。ちょっと待ってね。
アグリン、いや、あれは2点3点しそうな感じですね。空気穴塞いですとガツンときて吸い応えあります。ああ、やったことないな。危ないんじゃないの？そういうことすると壊れんじゃないの？やめた方がいいと思うけど。危ないよ。おお、プレミアムリストは17位か。すごいね。ふわっちで17番目に閲覧がある配信者なんだ。まだまだ捨てたもんじゃねえな。知らなかったな。ありがたいね。おはよう、ニンニン。ありがたいわ。ニンニン、なんか郵送した？ニンニン、なんか送ってくれた？最近。別の人かな？またなんか届いてたんだけど。11日の日当稼げた？いやいや、0円だよ。今日始まったばっかりの。屋台船の日は稼がせてもらったけど、まだまだ赤字だよ。ほんと苦しいよな。閲覧あるのに花火上がんないのはほんと苦しいよ。下手なんだろうな、俺がな。マジでほんとガツンと日の目当たるような稼ぎ方したいよな。周りがどんどん稼いでて悔しいよ。金にとらわれたくねえな。送った時 LINE するもんね。あれだ、じゃあ誰なんだろう。誰かが送ってくれたな。猿之助さんいらっしゃい。初見さんいらっしゃい。猿之助さん？いやいや、猿之助さん絡み何回もあるぞ。猿之助さんでしょ？イケメンの。え？違う？猿之助さんってあのイケメンの人じゃなかったっけ？セコロ1の時に声かけてくれた。猿之助。違うかったっけ？猿之助。あのイケメンの人でしょ？初見、まあまあ、うちのワックくんのあれかもしんないけど。俺、猿之助さんをさ、別の人だと誤解してたんだよね。前から気になってたんですよ。あれ、いつもこの人いるな、みたいな。で、すげえよくしてくれて、ステゴロ1の時も帰りに声かけてくれたし、ワドくんっつって。で、歌う馬もいるし、いつもイベント、あの、統合フェスも、統合フェスだっけな？なんかよくお見かけする。え？いけてません？猿之助さんじゃないの？あれ。ちょっと待って。猿之助さん、俺ずっとリスナーだと思ってたんですよ。あの、配信者なんですか、猿之助さんって。あれ、違う人か。え、ステゴロ1に行ってない？え、ごめん、わかんない。誰？ え、猿之助さんの顔が出てこないな。さあ、こうツイッター見よう。猿之助さんじゃん。え、ワンに行ってない？しまって、わかんない。人違い？わかんねえや、もういいや。え、色黒い、なんかイケてる感じの、ギャル王っぽい感じの人じゃないの？じゃあ、俺、アスペだから、本当にわかんないんだよね。あの え、誰だ？ よろしくお願いします。いいや、誰でも。いや、すげえいい感じのお兄さんだなと思って。お茶爆ありがとうね、この前。セゴロ1に行ってない。じゃあ誰だったんだ、1の時に声かけてくれたイケメン。2だ。え、1行ってなかったでしたっけ。え、
2の時少し話した。あ、さつきさんおはようございます。アイテムありがとう。不在届入ってたんだよね。あれ誰だったんだろう、じゃあ不在届。まあいいや。この人だよね。なんで写真出てこねえからわかんねえわ。え、猿之助さんってあのイケメンじゃないの？ダメ、引きの映像だな。ダメだ、なんかパスタとかしか出てこない、食い物しか出てこない。ああ、猿之助なんだ、そうだそうだ、合ってるわ。配信者なんだ。光くんに顔そっくりだな。あ、合ってる合ってる、俺の認識してた猿之助さんで。あ、ぜひぜひよろしくお願いします。合ってた合ってた、俺が認識してた猿之助さんで合ってた。なんかキャスの人と絡み方が分かんないんだよな。なんかニコ生勢だから出身が、今がっつりふわっちだけど、なんかキャスのノリが分かんないんだよな。キャスはリア充、ニコ生はオタクって感じでした。キャスパリピばっかりだから分かんない、どういう対応をしていいか分かんない。コミュ障にはイエーイとか言ってればいいのかな、メーンとか やってればいいのかな分かんないけど。あー、休みなんだ、早起きしちゃった。いいじゃん、絡んでよ。元気ないんだよね俺今、うん、そう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 、光くんをシュッとしたような感じの人でイケメンだよ、猿のつけさん。よくイベントとかでお見かけするの。何あのイケメンってずっと思ってたんだよね。やべえ、マジツイキャス全然やってなかった。マジックポイントだだ下がりだわ、やばっ。おはよう、ボタンさん。おはよう。褒め殺しやめてください。右翼の方ですか？え、なんで右翼なの？右翼褒め殺さなくない？別に。おお、誠治、元気か？俺は、プレミアムリスマン17位だよ。誠治、早く俺と同じステージに来いよ。お前ならできるから。待ってるからな。早くグランドラインに来いよ。イーストブルーでいつまでくすぶってんだよ、政治。早く来いよ。憧れてんだろ。多分ワンピースで言ったら俺七部会ぐらいの実力だよね。配信会をワンピースに例えたら。ジュラキール・ミホークぐらいの実力だよね。政治はね、ドンクリークぐらいだね。右翼の上等手段が褒め殺し。右翼と関わらないですもん僕なんでそんな右翼とかと関わるの。一回さ、面白かったのがさ、俺オフ会、初めてのオフ会やった時に、初めてのオフ会に住吉、山県、右翼、稲川かな、全部揃っちゃって、ロイヤルストレートフラッシュみたいになって、みんなもんもん脱いで普通のリスナーさんがドン引きしたっていう事件があった。不在届連絡したよ、大丈夫。面白いよね。そうなんだ。
俺はどちらかというと左じゃないかな。リベラル、リベラルに近いのかな、どうなんだろう。どちらかというと左派だと思うけどな。歴史観は完全に右だけど、国家社会主義っていうやつですね。住吉は平家さんじゃないね。うん、違う違う、住吉は違う人、リスナーさん。友達もな、ヤクザになったの何人かいたけど、一人辞めちゃったのかな。一人稲川に行って、一人住吉だったかな。あ、違う、一人山県、一人稲川。うん、お茶爆タイムです。お茶爆よろしくお願いします。右曲がりなんだ。いや、任侠の世界も大変だよな。アイスコーヒーと半袖、寒いよ。わお、お茶爆ありがとう。ボタンさん、いつもありがとう。お茶爆いただきました、ありがとうございます。わあ、ミースケもありがとう。ミースケからお茶爆いただきました。ミースケ、お茶爆100ありがとう。おお、今日もありがとう。そうそう、お茶爆いただきました。そうそう、お茶爆100ありがとう。ケーキいいね、いいね、ありがとうございます。おはよう。いやー、なんか元気ないよ、元気ないよ。元気ちょうだい。今日も走ろう。なんかね、走らないとダメになってきた。顔のむくみとか、微妙なむくみとか、微妙な体重変化に敏感になってきて、ご飯、デブの頃はご飯食べてもわからないんだよ、自分がどれだけ食ってるか。うわー、ニンニーありがとう。ニンニー、お茶爆50ありがとう。サンキュー。今ね、もう今日は食いすぎてる、今日はあれだとか、走ってないと不安に体が変わってきた。なんか祖祖が言ってた毎日走ってないとっていうルーティーンがね、体に染みついてきて、うん、ありがとうございます。サルノスクさん、エネルギー泥棒つうかね、なんかいろいろ考えちゃうんだよね、やっぱ悪い癖なんだけど、これでいいのかなとか、もっとこうした方がいいんじゃないかなとか、うん、のりこのこととかさ、パートナーのこととか、いろいろ考えちゃうんだよね。そう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 、すげえ心が、あ、整ってない、すごく。コンティニコイン、ありがとう、ありがとう。神様は意地悪だからさ、俺が欲しいものなかなかすぐにくれないんだよ。一つのカメラで同時配信ですけど、ここにもカメラがあって切り替えます。ここのカメラに切り替えると、つくかな。ちょっと待って、起動してないかな。有効か、これでつくかな。こっち側にもカメラがあって、こっち側にもカメラがある。まあ4発ぐらいあるんで、別にカメラはいくらでも増やせますよ。一つのカメラで同時配信ですね。全然カメラの数は増やせますね。うん、あ、ありがとう、てんてこちゃん、ありがとう。神様は意地悪だよ。もう神様にもし出会うことがあったら、唾吐いてぶん殴ってやろうと思ってるから、思いっきりぶっ飛ばしてやろうと思ってる。ワクワクしないな。
ありがとうございます。またまた猿之助さん、どうも。無神論者の中でも俺無神論者ではないんだよね。あの神を偶像化してないっていう感じが正しい言い方で、あのキリスト教の統合と仏教の統合みたいなことを自分なりにやってみたんだけど、あのクリスチャンの人だったら知ってるんだけど、神様っているって書いてないんだよ実は。人として書いてないの。神様ってある、存在するのあるっていう風に書くのね。だからまあキリスト教の聖書の中には、何が人として神様を人として扱ってるか、人のような体をしてるかっていうと、アダムとイブを作った時に神は自分に似せて人を作ったっていうあの一文があるの。そこから神様は人の形をしてる、俺らみたいな姿をしてるんじゃないかっていう風にキリスト教では考えるんだけど、俺はそうは考えなくて、現象として、あ、そう、イスラム教に近い、そう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 、とか仏教に近い、要は神を現象として捉えてるんだよね。そう、だから俺はイスラム教の解釈の方が正しいと思う。あとね、キリスト教でいうところのあれに近いな、なんだっけ、あそこの宗教はどこだっけな、キリスト教の、原理主義。友チョコたくさんありがとう。わあ、ボーナスありがとう。最近揃うね。金魚姫ありがとう。スーパークリックさんアイテムありがとう。凱旋車走ってるわ。今日何の日やっけ。今日は建国記念日だ。もともと建国記念日なんで2月の11日かって、あれでしょ、あの太陰暦、要は月の暦で日本って回してたから、今日が昔の旧正月になるのかな。だからなんだっけ、神武天皇が国を作った日、神武天皇が天皇に即位した日なのかな今日は。で旧暦で正月にあたるんだよね今日が。だから無神論者、まあまあ、キリスト教の言うところの無神論者ではあるんだけど、一応神っていうのは現象であり得るっていうふうに俺は考えてるんだよ。今年って紀元何年だっけ。いや2019年だから紀元2019年でしょ。仕事行ってらっしゃい、頑張ってね。2019年でしょ。神対応できるのか神。まあまあ、あとまあ別の言い方をすれば、俺らは神のパーツだっていう、超微細な小さい小さい神の一部だっていう風に考えるかな。俺ら自身がね、俺がっていうわけじゃん、ここにいる全てが、このパソコンもそうだし、全部が神だって考えるかな。要はその仏教でいうところの、こいつとこいつの価値と俺の命の価値が等価値っていうふうにブッダは考えるんだけど、そこまでニルバーナにはなってないよ。理論的にはそうであるべきっていうふうに考えているわけであって、厳密に言うとこいつの価値とここにあるものと、この全部のものと自分の命は本来は対等であるべきっていう、それがブッダの見た世界ね。序列がない、ニルバーナ。つまり人間が人間がすごいって言ってるだけってことね。宇宙から見たら、その宇宙とか現象とかでっかい目で俯瞰してみると、実は俺らにそんなに価値がないっていう、と同時に全てに価値があるっていう状態。抽象的で分かんないかもしれないけど、それは西暦、西暦だけど一応紀元っていうのは、紀元何年、紀元何年ってどういうこと、公暦だから何を暦にするかだよ。西暦の紀元は2019年じゃん。後期、皇室の2600何年じゃないの。昔の日本の
なんだっけ、後期か、2600何年でしょ。一応日本ができてから2600年ぐらい経ってるはずって、本当のことを言うと1600年説が今学説として一番正しいって言われてるんじゃなかったっけ。あの分かってるところね。あとは神話の世界って言われてる。いや寿命が長すぎたりするんだよね。エビデンスが取れてるのが1600年ぐらい前だよ。今ね、そのまあもともとね、朝鮮半島から入ってきた民族と、もともと日本に住んでた民族とが融合してできたから、縄文と弥生か。だから皇室って実はあれなんだよね、あの朝鮮半島系の血筋なんだよね。タブー中のタブーだけど、それは韓国人ってわけじゃないよ。その頃韓国っていう国はなかったから。自分の DNA 調べるのお金かかるじゃん。まあでも分かりやすいでしょ。パスポートを取得してるってことは在日ではないんだよね。在日の人はパスポート取れるんだ。まあまああるだろうね、 DNA を調べるのは。自分のルーツが大まかに分かるから。タイさんおはよう、コンティニーコインありがとう。7万ぐらいできるんだ。まあ俺は別になんか自分の血がアフリカ人だろうが韓国人だろうがそんなになんか意味はないと思ってるから、なんか俺はなんだろう、そういうのはすごい無駄かなと思ってて、ルーツを調べるのには面白いとは思うけど、7万円払う価値あるのかな。ゼウスは人間の家系じゃなくない？自分の祖先がどの列島にルートで入ってきたか分かるぜ。多分なんだけど、いやそれもさ、血が混ざりまくってるわけじゃん。それをあの血型で調べるのか母方で調べるのかとかあるわけじゃん。だからそこにあんまり、まあまあ多分なんだけど、そのもともと島津っていう、島津でしょ、父方の家系が。で島津藩ってもともと旗氏って言われてる家系なのね。で旗って何かっていうと、あの日中同祖論の元になってる家系なのよ。あの要は朝鮮半島から3世紀かな、3世紀だか6世紀だかに入ってきて、で九州の方に着いてっていう家系なのよ、旗氏っていう。だからまあなんだろう、ユダヤ人っぽいよね。うん、そうそう旗、そうそう。まあでも元をずっと辿っていけばね、結局アダムとイブに行き着くわけでしょ。あおはようでしょ。でもあれだよね、その DNA が全てではないらしいよね。なんか DNA のなんかニュートンだかサイエンスだかどっちか忘れたけど、 DNA の記事読んでたら面白くて、DNA に書き込まれてる情報だけではないらしいよ。まあ DNA が設計図になってるのは間違いないんだけど、その DNA に書き込まれてない何かがあるって。詳細調べておけばよかったな、すげえ面白かったんだよね。ニュートンとかサイエンスとか大好きなんだよね、立ち読みするんだよね、定期購読したいぐらいだよ。面白くない？なんか元素記号特集とかさ、わかんないよ、中卒だから何書いてるかわかんないけど、素数特集とかさ面白いね。月刊ムーは購読したことないね。あんまりね都市伝説好きじゃないんだよね。あ、まあいや全然あるでしょ、
DNA 使いっていうのは絶対あると思うよ。だってね、エトロフとかあの辺からつながってるわけだから、あるでしょ、そりゃ。青森とか。だから佐々木希とかって、そのね、ああいう顔立ちとかの身長の高さだったり顔立ちとか、やっぱりロシア人の血が入ってたりするでしょ。混ざってるんだと思うよ。でも面白いのがさ、その北海道とかの方に行った、なんだっけ、部族の名前。北海道、アイヌか。アイヌとかさ、沖縄とか顔が近いじゃん。もともとのその日本にいた原住民の顔だし。俺、ああいう系の美人好きなんだよね。佐々木希アイヌなの？俺、アイヌ系の顔結構好きなんだよね。濃い顔。男の人も女の人も。アイヌのそうタトゥーとかもかっこいいと思うし、アミニズム信仰とかやっぱかっこいいよね。自然と調和して生きるっていう、自然と共に生きるっていう、あれがやっぱり人間らしいなって思うもんね。あ、目が青っぽかったんだ。へえ。もう全然あるでしょ。わかんないよ。3代前ぐらいしかわかんないでしょ。ひいじいちゃん、ひいひいじいちゃんとかわかんないでしょ。そんなもんだって。血は混ざれば混ざるほどね、綺麗に生まれる確率も高いし。世界中のね、美女とか美男とか見たらハーフばっかりじゃん。異臭を白人ベースで見てるか。違う違う違う。俺が言ってるのはそういう意味じゃない。俺はインド人とか綺麗だと思うし、なんだろう、中国の人とかも綺麗だと思うの。なんていうのかな。美とは何なのかっていうことを、映像の先生に聞いてみたら、すごい面白い答え返ってきて、美を科学的に定義できますかっていう、美しいっていう、人間のね。あ、それは簡単ですよって言ってて、共感なんだっていうことを言ったの。で、共感とは何なのかっていうと、自分と似てるかどうかの親近感に由来するっていう。だからハーフの子とか血が混ざってる人を美形だっていうふうに人間が認識するのっていうのは、自分と似てるからっていう。だから平均に、全人類の平均で、よくさ、モンタージュ AKB とかをモンタージュするとものすごい美人ができるとかあるじゃん。重ねて重ねて重ねてってレイヤーで。それと同じで、なんでハーフの子が美人になるのかっていうと、親近感を感じやすいからっていう、世界中の人からっていう、それは面白かったなっていう、そう、人間が可愛いとか美人だとか美形だとかいう、
そこの起因してるところはどこなのかっていう。民族の平均、民族のじゃないの。だから全人類の平均顔が、実は全人類が美人だっていう風に認識する美の。だから俺は美醜を白人ベースでは見てないよ。平均っていうか中央値っていうのか。だから無難な顔が一番可愛い顔って、かっこいい顔っていう。その尖ってればいいっていうか、特徴がある顔っていうのは不細工だっていうふうに判断されやすい。まああとよく言われてるのは、目が離れてるとか左右の顔のバランスが悪くなると、要はその DNA レベルで奇形だっていう判断をするんだよね。目が離れてる、寄ってる、左右のバランスが崩れてるっていうのは DNA レベルで、美しくないと思う。俺はブラッドビー、いやブラッドビーってかっこいいでしょいやいや、うんこちびるぐらいかっこいいでしょ。いや俺は思うけど、まあ左右均等は基本だけどね。その基本っていうのが何なのかっていうと、その何て言うのかな、 DNA としてそのまあ生き残る血筋かどうかっていうのね。今ロンリーが崩れた、何も崩れてないけど。どこが崩れたの。自分に似てるか似てないかの話じゃなくて、その美とは何なのかっていう時に、共感ができるかどうか、親近感が湧くかどうかっていう話よ。理解できないのかな。犬猫も美醜の感覚ってあるのかな。あるんじゃないの。尻尾が鍵尻尾だったりとか、毛並みとか あると思うよ。鳥にもあると思うね。そう、人間が見る感覚とは別の感覚だと思うけど、あると思うよ。その美っていうものまで消化はされてないけど、体が大きいとか喧嘩が強いとか、体が大きいと喧嘩が強いわけじゃん。だから生存確率が上がるわけだから、そういうものに惹かれていくっていう部分あると思うけど、俺は個人的にはあると思うけど、それを美と呼ぶのかまた別問題だけど。春さんお茶ばっかありがとう。あ、匂いもあるだろうね。なんかでもその美意識高い人ほど匂いまで気をつけてるよね。綺麗な人とか美意識高い人って香水とかをつけてたりするイメージがあるな。
匂いはね、原始的な脳みそにつながってるからね。本能レベルで、俺だから昔から言ってるんだけど、出会った瞬間に その女の人が自分に惚れてるかっていうのかな、相性がいいかどうかすぐ分かるもんね。子供の頃なんて言ってたかっていうと、セックスっていう概念がなかったから、結婚する女性が分かるっていう風に言ってたの俺は、幼い頃は。で、途中からパコる女が分かるようになってたね。もうあったら分かるね。あ、こいつ俺と相性いいな、こいつ俺のこと嫌いだろうなっていう匂いで分かるね。匂い何なんだろうね。まあ多分食うものとか、そのなんだろう、生存本能に関わってるものなんだろうね。お、俺昔から分かるね。あ、この女の人とセックスするかどうかって。あ、で外したことないね。なんかね、多分だから決まってるんだよ実は。理屈をつけて経済力がとか、なんか社会的認知度がとか、いろんなものがあると思うんだけど、側として本当はもっと原始的なものだと思う。あ、外れるかなと思ったけど、3年後とか4年後とかにセックスしたりとかしてたりするからね。わかるね俺は。なんかその自分に好意を抱いてる時に出る匂いってあるんだよ、共通してる。フェロモンなんだろうけど、いい匂いがするんだよね。匂いとはまた違うんだけど、なんなんだろうあれは。でもね、ちょっと怖いなって思ったのが、ドレさんが俺と初めて会った時に、ドレさんは俺のことなんて言ったかっつうと、和道はラズベリーの匂いがするって言ったんだ危ねえと思って。ドレさんからあの求愛的な、ドレさんが好きな匂いを発してるんじゃないかと思って、俺はちょっと震えたけど。ドレさんは俺からラズベリーの匂いがするって言ったらしいなんだよなそれ、ラズベリーって。ちょっと面白いでしょ。初見の女性に匂いがするほど近づくんだ。いやいや、そんなことないよ。もう普通に普通の距離感でわかるね。普通の距離感で分かりますよ。あれ？ね、好き嫌いはっきりするよね。俺ね、鼻ずっと詰まってるから、実はね、食べ物口に入れないと匂いが分かんないんだよね。だから鼻が詰まってるのがデフォなんだよね、俺のウィークポイント。昨日の凸で新しい彼女できそうな感じですか。いや、だからその理論で言うところの匂いが全くしなかったから、あ、ダメだなと思って、あんな感じだった。
脈ねえなっていう。これ500円で採算取れんのかな、こんな鉄の塊で。毎回捨てるっぽいんだよな。500円で採算取れんのかな。もう取れるから売ってるんだよな。タバコも進化するんだな。タバコですら進化するんだもんな。すごい時代だよな。これ未来のタバコだよね。石油、あー、いや、ガソリンとかの匂いでしょ。俺のばあちゃんがすっごい好きだった。俺は好きではない。え、何これ、ガバガバなんだけど。え、なんでこんなガバガバなの。いやー、新しい彼女ね、うん、そう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 、物理的な匂いじゃなくて感覚的な匂いなんだけど、何なんだろうなあれは。そうそうそう、フェロモンとかそういうものだと思うんだけど。俺ね、鎖骨とかでもね、あんまり容姿にフェチはないかもしんない今。それは乗り越えたかな。昔はなんかこういう体型が好きとかあったけど、あんまりね、顔とか見た目とか気にならなくなってきたかな。だから性格とか内面とかかな。うわー、ソソありがとう。ソソお茶爆ありがとう。ありがとうございます。今ないかもしんない。なんかそういうものを求めてないかな。若い時はそうだったけど、10代の頃とかいい女とか可愛い女抱きたいっていうのあったけど、最近ないね、そういうものは。ツイキャスもやってるよ、うん、両方ともやってる。ツイキャス、ああ、まあお茶枠やっぱ7割還元はでかいよね。すごいでかいっすね。まあでもふわっちの方が収入は多いかな。なんでかは分かんないけど、まあまあね、ふわっちやってた人がみんなキャスに移動したので分かるよね、大体ね。儲かるから移動したっていう。ツイキャス閲覧13だね。全然100もない。おすすめに乗らないとダメだね、ツイキャスは。
れギガ制限食らってるかもな。コンティニーコインありがとう。まあでもさ、なんかリスワン、プレミアムリスワン見た時にちょっと自信はついたんだよね。自分でオワコンだと思ってたの、客観的に見て。まあまあそんなに調子は良くないんだけど、別に神回も大して怒らないで、ふわっちの中でトップ17位に入ってて、1万6000人1ヶ月でもう現時点に携わってるわけじゃん。これはなんか悪くないなと思って。一つの配信サイトの中で17番目に閲覧が多いんだっていう、ちょっと自信はついたかな。あの今までないがしろにしてたけど、そんな意識してなかったけど、あまだ捨てたもんじゃないなっていう、正直嬉しいかな。これはこんなダラダラした配信でもすげえ多くの人が見てくれんだなと思って。嬉しさ反面、悲しさ反面みたいな複雑な気持ちだよね。なんだろう、なんかギフトが届いたんだけど、誰からなんだろう。今日届くはずなんだけど。ああ、深夜。でもね、深夜帯はダメ。あのね、なんでかっていうと、これまあまあ、いろいろあるんだけど、深夜の時間帯に放送4時間やっても花火飛ばないの。朝方の、5時、6時、7時、8時ぐらいの時間帯と、昼間の時間帯は花火飛ぶのね。で、夜の人は花火くれない。閲覧は多いんだけど、コメントも多いんだけど、やってて金銭的な価値は担保できないかな。深夜楽しいんだけどね、その収入に直結しないっていう部分が多いから、だから俺は切り捨てちゃった。もうデータ出ちゃったからやめようと思って、そこは切り捨てたね。ね、土曜日の深夜とかね、難しいよ。その自分が楽しいか、楽しいイコールね収入に直結するとは限らないじゃん。すごい難しい。本当はね、少し余裕があったらさ、あの心に余裕があったらそういうところもトライしていきたいんだけど、あと金は後からついてくるってどうしと構えて、でももう本当に食うか食わないかをずっと続けてるから、特に先月とかやばかったし、やっぱ気が気じゃないよね、そういう生活は。メンタルがグラ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 しちゃうから、安心感が欲しいかな。俺はこれでやっていけるんだっていう心のゆとりっていうか、心の余裕というか。いや、カツカツだよ。でも武士は食わねえど高楊枝でさ、あのカツカツなのを見せてないだけで、カツカツだよ。でも焦って見てるのを見せても、その負の感情が伝わるのが嫌なのね、自分発信で。見てて良くなっていってもらいたいから、ポジティブな感情をばらまきたいからさ、あんまり見せないように努力してるんだよね。その分ストレスが半端じゃないけどね。ちょっと無理はしてるかな。
なんでなんだろうね、羽振りのいい人を見たくないっていう。嘘、雪積もってる？マジか。まあでも本当はね、金じゃないんだよね。俺らが欲しいものは金じゃなくて認められてないんだよ多分。その金が欲しいんじゃなくて、なんだろう、やっぱり金を稼ぐと人に認められるじゃん、成果として分かりやすいから、それが欲しいんだと思うんだよね。まあ欲なんだけど、まあまあ本当に金って何なんだろうっていう、もう疲れるよね考えると、嫌になる。金で悩むほどバカバカしいもんないからね。でもカオスのあの発言かっこよかったな。ワド君これ見ろよっつって、本革のパンツだよって、いくらに見えるって、800円だよっつって、あれはかっこいいよね。いやー、ほど遠いね。いや俺はね、多分悟るのは無理だと思ってるから、俺自身の生き方っていうか、真逆に行かないとダメだと思ってて、仏がかるより神がかった、神がかれっていう、そう、なんだろう、欲にまみれてた方が配信者としては正しいと思ってて、だからまあ配信的に向いてないっていう自分が、そのなんだろう、そういう部分は感じるよね。やっぱり欲望をむき出しにしてエモーショナルにやった方が配信は面白いから、だからなんだろう、理論じゃなくて感情で動いた方がいいとは思ってるね。リスナーさんによく言われるのが、仕事をちゃんとやってたり、ある程度成功を収めてる人とこう会話をしてるときによく言われるのが、和道君が相手にしてる層とか、和道君の話を楽しんでる層。要は和道君がやりたいコンテンツをやって、その話を楽しいとか理解してる層は花火投げない層なんだよって。花火を投げる層っていうのを意識しないと、そこが楽しいと思うコンテンツをやらない限り無理だよって。 YouTube やってるよ。だからそこが最大のなんだろう、弱点というか、俺のワト君のまあ最大の弱点だよねっていう。ワト君の話を理解できる層はワト君にその花火を投げないそうって。あ、ありがとう、トムチョコありがとう。分かってると思うけど、で分かってるけど嫌なんだよね、そのレベルを落としたくないっていうか。女子供に向かってやってないじゃん、明らかに。こんな子供が笑うコンテンツやってねえかんな。だからおばさんとかおじさんが多いんだよ、うちは。いや、金はあるんだよ、そう。金はあるんだよ。ただ、金を投げない。投げない、そう。金は持ってるそうなんだよ。だから、実を言うと、花火を投げる人たちって、実はね、
そんなに富裕層っていうわけじゃないんだと思うよ。本当にぶっ飛んで FX とかで当てて大金持ちか低所得者かだと思うよ。お金があるからイコール投げるじゃないんだよね。だからパチンコとかもそうじゃん。パチンコ屋にね行ってる層ってお金持ちの層じゃないじゃん。パチ屋で想像するとわかるでしょ。いや、そうじゃないんだよ、ナックルさん。感情で投げてるから、要は酔っ払って、酔っ払わせてくれて、ノリが良くてっていう方が投げるの。わかる？イエーイ！わー！楽しい！っていう、クラブのノリだよ。音楽バンバンかけて、お酒飲んで酔っ払って、お金使うっていう。投資だと思ってないよ。だって配信者にお金投げても、みんなビットコインで溶かしたり FX 株で溶かしたりお酒に溶かしたりして企画に還元できてるの俺便所太郎さんぐらいだと思うよ。ちゃんとそのいただいたお金を企画で返してるのって便所さんぐらいじゃない？他にいる？誰かその投資してるってリターンが返ってくるとか配信的なリターンが返せてる人ってあんまりいないと思うよ。だから爆投げ師の特徴ってあれだよね。なんか自分より劣ってるなっていう人に餌を与えてる感覚だよね多分ね。お小遣いあげてるっていうか。だからもっともっとなんだろう、バカを演じた方がいいんだろうね。できない、バカになりたいよ。バカで愚かなやつの方が稼げる配信。バカ力。あ、そうでしょう。要は自分の人生があれだから良くないから、ゲームでは一番取りたいっていう心理でしょ。ゲームではヴィトンカルティエつけて最強のステータスで変身願望でしょ。だからバカを演じたくないんじゃなくて気質の問題なんだよね。素でやってるからフラットにやろうとしてるから、だから過剰に演出できないんだよね、そのバカを。だからバカになれないのが俺の最大の弱み。さっきも言ったけど論理より感情っていうか、仏がかるより神がかってるやつの方が人気が出る。エモーショナル、感情的にうわー泣いたり悲しんだり笑ったり喜んだりっていう感情をむき出しにできる人の方が配信は向いてるっていう、こういう淡々とロートーンで話を粛々とやるタイプは人気が出ないっていう、支援されづらいっていう、それが俺の弱点だよね。いや、バカになれないって。ディズニーランドに行ってはしゃげない。お金を儲けたい。映画を作りたい。とにかくそのお金は別に俺は13万じゃない15万ぐらいか、15万とか20万あったら余裕で生きてはいけるから、映画を作る、その映画を作りたいだけ。機材が欲しいね。俺上から目線なつもりないんだよね。下から見てるから上からに見えるんでしょ。俺と同じステージに立ちなよ。下から仰いで見てるから俺が上からに見えるだけで、俺すげえフラットに話してるよ。下から見てるからだよ、みんなが。
仰いで見てるか、すげえって見てるから上からに見えちゃう。俺と同じステージに立ったらフラットに話してるのがよくわかる。俺アウトローになってないよ。うん、あ、いや作ってる、だから作ってる作ってる、ナックルカーブさ、すでにやってるよ。できることはやってるやってる。今度もうすぐできそうかな。もう2、3ヶ月かかるけど、もうちょっとで発表できるね。もうちょっとだね。3、4ヶ月前ぐらいに作ったやつだったらあるかな。こういうの作ってるんだけど、だいぶ前に作ったやつだから参考にはならないけど、こういう映像表現とかいろいろやってるかな。いや、してるよ、してるよ。池上彰みたいな番組が人気なのがやばいよね。話してること高校生向け。いや、高校生じゃないでしょ。あれ、小学生向けでしょ。うん。これは俺が作ってる映像作品だね。最新で作ってるやつはちょっとまだ発表の時期じゃないから発表できないんだけど、いろいろやってるよ。シルバーアクセサリーは昨日一昨日打ち合わせしたね。どうしようかって、スタジオ移転するから、どうやってこうかなっていう、いろいろ模索してるね。まあだから一番いいのは本当の金持ちに本当に認められてがっつりもう支援されるのが一番いいんだよ。もうなんだろう、本当の金持ちに認められるっていう、それが一番早いと思うね。何年かかるか分かんないけど、もうその作品とか活動に没頭できる環境を作らないと。だから変わってないんだよ、芸術とかさ、表現とかって。要は王様とか貴族とかに飼われて、でもう一生涯芸術とか表現に身を捧げるっていうのが俺は正しいやり方だと思うよ。現代でも全く変わってないっていう。審美眼を持ってる人に認められた方が早いっていう。とんでもない金持ちに囲われてパトロン作るのが正解なんだと思う。だいぶ前だね、4年ぐらい前だね。
もしよかったらフォローしていただけると嬉しいですね。ワノーズブートキャンプあれはもうやんないかな、わかんないけど、あれはあの機材テストで5分で作った番組だから儲けた金をどこに投資しようか迷ってるけど、株とか買えばいいんじゃない、自分が好きな会社とかの株買うのがいいんじゃん。不動産でもいいし、金でもいいし、ビットコインとかは俺はダメだと思ってるけど、好きな自分がこれから伸びるだろうなと思ってる産業に投資する。俺はだってリターンがないもん、投資じゃないんだって。例えばだからそれがお金に代わる何かで、あなたが俺と一緒に俺に投資してすげえ良かったって思ってくれたらいいけど、和道の活動を支えてんの俺だって、そうこいつはいずれでっかくなるって、 いずれ金が返ってくるって思うんだったらあれだけど、芸術に投資はハイリスクだよ。まあ俺が認められたら嬉しいけどね、もう300万とかポンってもらったら速攻今すぐパソコン買って、今すぐカメラとか全部機材買って、もう撮りまくるけどね。ああ古賀久美さん久しぶり。俺の映画自体は今制作中だからないよ。映像作品はいくつかあるけど YouTube に、例えばどういうのだろうな、カラーグレーディングっつって色合いを今意識して作ってるんだけど、他の多分映像作家さんと違うのが色が多分圧倒的に違うと思うね。色、例えば何があるかな、色とかその色なんだよね俺が表現したいものって。これとか見るとわかるかな、その空、あー色はかなり意識してやってるかな。ちょっと待ってね。こういうその難しいんだよね映像って、その言葉で表せないからね。ちょっと待ってね。風船ありがとう。なんだろう、例えばこれのりことの会話劇なんだけど、なんて言えばいいのかな、ちょっと待ってね。その何だろう、色合いとか画像がすごい綺麗に作られてると思うんだけど、この辺かな、うん、あ難しいよな、なんかうん、いや特定の誰かにっていうか、作品とか活動を評価してくれる人に認められたいかな。アメリカの映画ってせこいのが多い。いやハリウッド結構すごいと思うけどね、せこいかな。うん、3分かな、3分は作らないとなっていう。3分、これでも3、4ヶ月前ので最新のやつ上げてないから、もうちょい待っててよ。もうちょっと。もう少し待ってたら、多分、みんなに圧倒驚くようなものが見せられると思うから。すごい映画の影に、映像とか出演者とかレベル低いの多い。日本の映画の方がレベル低いと思うよ、俺。
日本の映画のレベルの低さって世界からもう爆笑されてるレベルだからね。実際見てて日本の映画の方がレベル低いと思うけど。ああ、面白いね。レゴでストップモーション。いいね。ストップモーションすげえ時間かかるよね。アメリカは上映されてる。例えばある程度のレベルじゃなくて上映されてる。例えばどういう映画？日本の映画の方がレベル低いと思うけど、俺は。おはよう。お茶爆タイムです。お茶爆よろしくお願いします。無課金の人コンティニューコインお願いします。ああ、フォロー大歓迎ですよ。ぜひぜひよろしくお願いします。ツイッターフォローしてください。フェイスブックもあと10人ぐらいはフォローできるかな。友達申請。フェイスブック、インスタはまだいっぱいあるけど、フェイスブックはあと10人しかつながれないですね。もしフェイスブックつながりたい人いたら。フェイスブックなんでなんだろうね。5000人までしか友達つながれないんだよね。多分あと10人ぐらいだと思うけど。まあ、ネット民フェイスブックやってないか。ありがとうございます。ありがとう。大花火いただきました。ありがとうございます。匿名さんありがとう。祝電っていうのは、配信者が外配信をやるじゃないですか。外とかで配信、お店に入ったりするときに、いたずらで、リスナーが、なんていうのかな。いたずら電話をするっていうか、お店に、こいつ悪いやつですよとか、追い出してくださいとか、警察に電話したりとか、消防車に電話して、いたずらをして、その配信者に嫌がらせをすることを祝電って言いますね。それが、祝電です。要は、祝いの電話って言ってるけど、アンチ活動の一つですね。だから、あんまりよろしくない行為っていうふうに一般的には認識されてます、ネットの中では。祝電うぜえとか、祝電やめろよとか。コンティニューコインありがとう。サンキュー。ネット用語ね、ネットスラングっていうんだけど、そういうネット独自の言葉。なかなかね、わからないよね。Facebook のアカウントはね、ワド監督で出てこないかな。Facebook でワド監督で出てこない。全部ワド監督で出てくるようにしてるけど。出てこないかな、ナタラージャ。出てこない。プルームテックあるよ、ここに。これ最後の一本だね。ありがとうございます。いいね、ありがとう。ありがとう。大花火ありがとうございます。いつもありがとうございます。匿名さんから大花火いただきました。ありがとうございます。タバコはやめないかな。やめはしないけど、できる限り本数減らさないと肺活量が間に合わないから、走っててそろそろ肺が限界だと思ってるから、これだったら和らぐかなと思って、しばらく捨て頃まではなるべくこっち吸おうとは思ってるけど、わかんない。まあ、数本吸っちゃうかもしれないね、タバコ。最近、生主のバイト先の居酒屋に電話かかりまくってクビになった女の子いる。ああ、かわいそうだよね。でも、そういうやつの方が捕まればいいのにね。捨て頃出ますよ。明らかに電話かけてる方が悪い方だからな。おはよう、ヤナラッキー。おはよう。捨て頃どうなるかな。
もう8時か、そろそろ走ろうかな。トレーニング行く？今日の練習行く？アイコスは、高温加熱処理なの。プルームテックは低温処理なのね。で、簡単に言うと、焼き芋の匂いみたいなのが俺は苦手。焼き芋焼いたような。だいぶしてる匂いとかがなくて、香水みたいな匂いが周り。俺リンゴ味を吸ってるのね、メビウスのアップル。これリンゴのフレーバーなんだけど、多分ね、タバコ全く吸わない人でも臭いって一切ない。焼いてる匂いとかはないね。お茶箱ありがとう。 Facebook 申請した？あ、今許可押すね。ありがとう。あと何人だろう Facebook。あ、来た来た。これかな。承認。これで OK かな。行ったかな。行ったかな。大丈夫かな。今承認を押したけど。マリルボーン、おはよう。アイコスと、なんだっけ、ベイ、え、アイコスとなんだっけ、もう一つのやつとは、ちょっと別物だと思った方がいい、プルームテックは。ベイプに近いね。俺はアイコスとかはダメ。アイコスともう一つ、グローか。アイコスとグローは、タバコより体に悪いと思ってるから。お茶バカありがとう。トレーニング行くか、じゃあ。じゃあ、皆さん、トレーニング行きます。ありがとうございます。今から5キロ走るんで、ぜひ見に来てください。ふわっちで放送します。ありがとうございました。お疲れ様です。ただ一つだけ。